皆さんこんにちは、ドラム講師の森谷亮太です。本日は質問をいただきました。普段バンドで長時間演奏していたらたまに腕が疲れてしまいます。やはりドラマーには筋トレが必要ですか、っていうことなんですけど、まあどういうジャンルをやられてるかっていうのはちょっと分かりかねるんですけど、まあ例えばその一曲丸々こう疲れすぎて叩けないとか痛すぎてできないっていう場合は、まあ筋肉がないっていうよりかはフォームが間違ってたりとかおかしかったりするか、もうセッティングがまあちょっとおかしかったりとかね、こう狭すぎたりで、まあどこかに力が入りすぎる要素があったりとかするので、それを筋トレで補うというよりかは、まずはフォームを見直してみたりとか、セッティングを工夫してみたりとかで、まあ力を抜いて叩ける状況っていうのを、まずはちょっとね、模索してみる方がいいのかなとは思いますかね。まあドラマーは筋トレしない方がいいっていう人も中にはいたりとかね、するんですけど、僕はまあ筋トレすることは、全然悪いことではないと思うし、まあむしろ筋トレすることによって、まあ体のことを考えるきっかけになったりとか、パワーを出すためには、あえて力を使って叩くこともあったりとかすると思うんで、だから筋トレはね、全然デメリットとは思えないですかね。特にね、僕は昔ハードコアパンクのバンドをやってたりとか、とサポートをやってたりとかしたことがあったんですけど、完全に脱力してめちゃくちゃ楽な状態で、めちゃくちゃ爆音を出すことっていうのは、正直僕にはできなくて、で、脱力して出せる音っていうのは限界があるんですよね。例えばこう狭いライブハウスとかで、そうギターとかベースとかが爆音の中で、そこの爆音に負けない攻撃的なね、音を出すためには、力をあえて使って叩かないと自分の出したい攻撃的な音は出なかったですね。2ビートとかもそうですけど、まあブラストビートとかもね、そうなんですけど、脱力して楽に叩いたブラストビートとか、脱力して楽に叩いた2ビートは、マイクも拾わないし、全然音が通らないんですよね。だから僕そのバンドのサポートしてたりとか、まあバンドしてた時は、筋トレもしてたし、で、30分のステージ、が持たなかったんで、だから走り込んだりとかはしてましたね。どんな音をね出したいかっていうのは、まあまず第一優先で必要だと思うので、まあ僕は当時攻撃的な音を出したかったし、まあ状況によっては出さなければいけない状況だったので、まあそのためにはね筋トレが必要だと思って、僕は筋トレしたりとか走り込んだりとかはしてたので、その腕が疲れるからといって、筋トレをするよりかは出したい音に沿っての体になっていければいいのかなとは思うので、まあある程度こうね、2バスを早く叩いたりとかするには、まあ速さのための筋肉があるとは思うんですけど、まあ痛いのに無理してやっても怪我するだけなので、まあできるだけ力を抜いて叩ける状況で、力を抜けたら、あえてその力を抜けた状態で力を使うっていうことをすると、まあそこからドーンとね、こう抜ける音が出るんじゃないかなとも思うので、まあ筋トレっていう手段もね、いいかなとは思いますかね。はい。まあそんな感じで、本日もありがとうございました。さよなら。